本日は第54回総大祭、第40回白鳥祭記念フェスティバルの開催、誠におめでとうございます。在学生、卒業生、教職員、保護者の皆様、そして本日ご参加の総遊会、海遊会など多くのご来賓の皆様、本学を支援してくださるすべての皆様に心より御礼申し上げます。小中高校生の未来の総大生の皆さんも今日はたくさん来てくれています。創価大学へようこそ。また光栄なことに、本日は中日南部アフリカ開発共同体に属する国々の大使館から大使をはじめ代表の方々がご参加くださっています。ご存知のように、創立者池田先生は21世紀はアフリカの世紀と強調され、1990年には出国されたばかりのネルソン・マンデラ氏と会見を行うなど、アフリカの皆さんとの友情を大切にされました。本日のご参加、本当にありがとうございます。今回の総大祭のテーマは、今を生き抜く勇気の君よ、命輝く世界を共に。そして白鳥祭のテーマは、今新たな歴史を勝ち開き、乙女の翼で永遠に舞い行けです。これらのテーマは、創立者がくださった希望、そして勇気の大切さ、さらに生命の世紀である21世紀に平和と人道の新しい歴史を開いていってほしいとの創立者の期待を見事に表現しています。学生の皆さんは総大祭、白鳥祭を目指して本日まで日々の勉強を頑張りながら準備を進めてくれました。学生演目には、総大生、短大生の勇気と希望を抱いて前進しようとする決意や、創立者ご逝去後初めての総大祭を大成功させようとの意気込みが見事に表現されていました。これからも創価大学は人類への希望を高く掲げ、勇気を持って新たな価値を創造しゆく主体者を陸続と送り出してまいります。本日は大変ありがとうございました。第54回総大祭、第40回白鳥祭記念フェスティバルを閉会いたします。